ラウニンプビデオスカイウェイブ400リミテッド ABS チャンネル。はい、こんにちは、ロニプーです。今回はですね、サウンドソウルさんの方から商品が送られてきましたので、その商品をご紹介をさせていただきたいと思います。以前にですね、 QQA という耳かき式の Bluetooth のイヤホンご紹介させていただきました。ちょっと私厳しめのですね、レビューということで、こちら Q10という耳かけ式の商品が発売になりました。で、Amazon のセールで2000円ぐらいだったと思うんですけれども、これを1週間程度ですね使ってみましたので、こちらの感想といいますか音質についてレビューさせていただきたいと思います。で、商品の方はですねこちらになります。こんな感じの形になります。以前のものよりもですね、デザインが結構スタイリッシュになったような気がします。ですから、なんて言うんでしょう、耳に直接入れて引っ掛けるタイプのイヤホンの場合ですね、人によってはですね、耳の穴が小さくってこれ無理だわっていう方がいらっしゃって、どうしてもやはりこういう耳掛け式のニーズってやっぱりあるんですよね。 QQA から Q10 ということで、カウントアップですねされた商品ということで使ってみました。で、結論から言いますと、もうなかなかいい音になっていると思います。いつもそうなんですけど、サウンドソウルさんのイヤホンって最初の使い始めあまり音が良くないんですね。で、まあ、今回も1週間程度通勤の間に使ってて、やっと音が安定したということで、特にですね高音がとか低音がということはなくですね、中音域を中心としてですね、低音も高音もバランスよくですね、この耳かけ式の中ではいい音で出ているイヤホンになるんじゃないのかなというふうに思います。ここにちっちゃくですねランプがつくようになっています。そして右側にですね全てが集中してまして、右の、まあ、上といいますか、耳にかけた時にはこうちょうどこう上側になるんですけども、この上側のところにボタンがですね3つあります。真ん中が電源ボタン、それから、まあ、着信とかですね再生停止のボタンになっています。そして上下にですねボリュームアップボリュームダウン選曲ですね、に使うボタンがついています。そしてこの上側とは反対に下側にですね、充電用のマイクロ USB の口コネクターの口がですねこちらの方についているようになっています。ケーブルが絡みにくい平型ケーブルになっています。耳かけ式なんですけども、まあ私メガネかけてますけども、この状態でもそんなに何も違和感なく装着することができます。取扱説明書です。はい、サウンドピースさん、いつもながら英語のみです。ハードケースが付いてきます。充電用のケーブル、そして、サイズ違いの交換用のイヤーピースですね。こちらが90、新しいモデル、こちらが前の99A のモデルになります。どうです？やっぱりこちら新しい90の方がですね、なんでしょう、スタイリッシュ、綺麗な感じしますよね。やっぱりこっちちょっと無骨すぎるのかな。それとですね、ここがですね、前もと硬いんですよ。もうこっちはもうピランピランなんですね。はい、やはりこの90もう装着感もとてもいいですし、音質もいいですので、そして、当然ですけど装着するのが耳掛け式ということで、落ちないということで、こちらはとてもいいと思います。今回はですね、サウンドソウルさん、サウンドピーツブランドの新しい耳掛け式の Bluetooth イヤホン Q10 のご紹介でした。それではまたご覧になってください。
バイバイ。